マリオロッシはイタリアの指揮者。トゥリオセラフィンと並ぶ20世紀におけるイタリアオペラ指揮の第一人者として高く評価されている。イタリアオペラのみならず、グルックのようなドイツ古典オペラからプロコフィエフのような近代、ロシアまで幅広いレパートリーと細部まで行き届いた解釈で知られる。1902年3月29日、イタリア王国。 プッテアーシューバーリケン・リテットに生まれる。ローマで教育を受け、サンタチ・チーリア音楽院で、オットリーノ・レスピーニに作曲を、ジャコモ・セタッチョーリに指揮を学び、1925年の卒業直後から、ベルナルディーのモリナーリの女子記者を務めた。1923年から1926年に、かけて、ローマで労働者のアマチュア合唱団を指揮して認められ、 アウグステオ還元楽団の副指揮者に迎えられた。1936年には、アウグステオ還元楽団を離れ、ビットリオ食いの後任として、フィレンツェ5月音楽祭還元楽団の常任指揮者になり、1937年に、ピエトロ・マスカーニの歌劇、イギスで、式台へのデビューを飾り、翌年には、ジャン・フランチェスコ・マリピエロの歌劇、アントニオとクレオパトラの初演を飾った。 ロッシは、イタリアのすべての主要な歌劇場で指揮をした。イタリアの標準的なレパートリーでの名声を、確立するとともに、カルッピの歌劇、田舎の哲学者、イル・フィロス・フォー・ディ・コンニア、クラウディオ・モンテベルリの歌劇、ウリッセのキカイル・リートロの D、リース・インパトリア、ピッチンニの歌劇、チェッキーナ、または、良い娘・ラ・ボーナ・フィールラなどのリバイバルもいった。ロッシーニの、ウィリアム・テル、 タンクレディ、オリー・ハクシャクなど、ロッシーニ・ルネッサンス以前から、セビリアの理髪誌などの有名作品以外の紹介にも、積極的であった。一方で、現代作品の紹介に、積極的であったにもかかわらず、プッチーニについては、ウィーンでの、トゥーランドット以外の録音がないなど、レパートリーには関わりがあった。第二次世界大戦後に、トスカニーニがイタリアに戻ってきたとき、 それまで、スカラザにも客演していたロッシに、スカラザの芸術顧問の仕事を依頼したが、ロッシはこれを断り、1946年から、トリノイタリア放送交響楽団の主席指揮者に就任し、1969年に優退するまでに、このオーケストラを、イタリア有数のオーケストラに育て上げた。トリノの他にもミラのローマ、 ナポリのイタリア放送交響楽団でも頻繁に演奏している。国外でもブリュッセル、ウィーン、ザルツブルク・ケルン、ハンガリー・ドーラン・ゼンヤのブダペストなどで公演を行っている。1953年には現代音楽を積極的に取り上げた功績を認められ、シェーンベルク賞を贈られ、1960年にはビオッティ・金メダルを授与されている。1992年、 ローマにて没。録音は、オペラ全曲版を、チェトラ、管弦楽曲を、バンガードに言っているほか、多くのライブ録音や放送用録音版が、残されている。代表的な録音としては、ウィリアム・テル・グリエル・モテル、シチリアの番賞愛、ベスプリー・セチリニー、ファルスタッフ・フォルスタッフ、アドリアーナ・ルクブルール、アドリアーナ・ラクベラーなどが挙げられる。ビバルディから、クルックの、 パリーデとエレナパリデエド、エレナやプロコフィエフのアレクサンドルネフスキーアレクサンドルネフスキー氏、レスピーニア、ペトラッシなどの現代作品の録音は、ロッシュが18世紀前半から20世紀の現代作品まで国籍にとらわれず、イタリア的あるいは寛容的なスタイルに偏らない作品本来の姿を忠実に描き出す偉大な指揮者であることをよく示している。 これほど幅広い範囲で、それぞれの時代や地域のスタイルに忠実であり得た指揮者は珍しく、特筆に値する。シチリアの版賞のイタリア語版とフランス語版での演奏スタイルの違いは、ロッシの作品へのアプローチの誠実さを端的に示している。オペラ声楽曲還元楽曲競争曲オペラ映画、ロッシ、マリオ、イタリア百科辞典。 2015年2月28日閲覧。ありがとうございます。